食べ過ぎでぷよぷよになったお腹もお腹周りを伸ばしてあげることでリセットすることができます。皆さんこんにちは、怠け者の健康美容チャンネルの星川です。いつも高評価コメントありがとうございます。特に太りやすい方は姿勢が悪くなってしまって内臓を圧迫して内臓の働きがうまくいかなくなってしまってるんですね。そうなると体の代謝も下がってしまってうまく食べ物が消化できなくなる、そしてお腹周りが冷えてしまって硬くなってしまう。そうなると痩せにくく太りやすい体になってしまうんです。そこで今回お伝えするのはお腹周りを5分伸ばしてあげることで消化機能を回復させ血液やリンパ流れを良くし痩せやすく太りにくい体にしていくことができます。なのでこれは寝る前にやっていただければより効果は出やすくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では今からお腹周りを伸ばしてあげて消化機能を回復する食べ過ぎリセットエクササイズを行っていきましょう。それでは皆さんはうつ伏せで寝てみてください。皆さんうつ伏せで寝られましたか？今回はうつ伏せから仰向きになって行いますので5種目ずつ行っていきます。なので1種目30秒うつ伏せと仰向きで合わせて合計5分間行っていきます。なので2分30秒経ったらうつ伏せから仰向きになってそのまま最後まで行いますので皆さん気軽にやっていきましょう。ちなみにポイントとしては無理して行わないこと。痩せるためとはいえ無理に動かしてしまいますと体を痛めてしまう原因にもなってしまいますので無理のない範囲で行っていきましょう。それでは皆さんご準備はよろしいですか？ではいきます。せーの、スタート。はい、じゃあまずは肘をついてもらってこのまま上を見ましょう。上を見てもらってまずお腹を緩く伸ばしていきます。そして今度は深呼吸を鼻から吸って、そして口からふーっと細く長く吐いていきます。ゆっくりとまずは伸ばしていきましょう。無理に伸ばさないようにしてくださいね。はい、じゃあ次はまた顔をつけてもらって、次は腕を伸ばしてお腹を伸ばしましょう。ぐーっと伸ばします。でまた戻してゆっくりとお腹を伸ばしていきます。ゆっくりと戻しましょう。腰が痛い方は無理に伸ばさなくても結構です。気持ちいいぐらいで伸ばしていきましょう。はい、次は横腹を伸ばしていきます。なのでこの太もも膝のところまでこう触りにいきましょう。そして体を左右に振ってください。そうすると横腹が伸びていきますよ。どうですか、横腹の方は伸びてますか？しっかりと膝の方まで触りに行きましょう。よいしょ。はい、では次はこのまま足を上げていきましょう。お尻周りを動かしていきます。どうですか皆さん、足は上がっていますか？ゆっくりでいいですよ。じゃあまたこのままお腹を伸ばしましょう。皆さん腰は大丈夫ですか？腰が痛い方は無理に伸ばさないでくださいね。しっかりと深呼吸していきましょう。これが終わったら次は仰向けになります。OK、 では次は仰向けになりましょう。皆さんご準備はよろしいですか？では仰向けいきますね。せーの、スタート。はい、じゃあ次は足をですね左右に倒していきましょう。
このお腹からお尻を伸ばしていきます。できるだけ膝を床に近づけていきましょう。そうすることでこのお腹からお尻の方ですね、ここからしっかりと伸びていきます。まだ呼吸は止めないでくださいね。はい、次は足をね、かかとですね、かかとをお尻に近づけて太ももの前を伸ばしていきましょう。足を近づけるだけどんどんね、この太ももの前が伸びやすくなっていきます。できるだけかかとをお尻に近づけましょう。あともうちょっとで終わりますからね、頑張っていきましょう。はい、次はこのまま腰周りを伸ばしていきましょう。左足を右足に持っていって、このまま肩をひねります。そうするとこのお尻周りからこの横までですね、このまま伸びていきます。伸びが足りない場合はこの膝の上に手を置いてあげるとしっかりと伸びてくれますので、無理のない範囲で伸ばしていきましょう。次反対いきますね。皆さん大丈夫ですか？あとね、もう1分過ぎました。またもうちょっとで終わりです。またもう少しだけお付き合いください。その調子です、頑張ってくださいね。しっかりと息を吐きましょう。はい、では最後は全身を伸ばしていきましょう。ふーっとしっかりと息を吐いて、ふーっと吐きましょう。ただ鼻から吸って、で口からふーっと吐きましょう。できるだけ息を吐き切りましょう。はい、鼻から吸って、はい、吐いて、はい、OK です。皆さんお疲れ様でした。お腹周りを伸ばしていただいて、お腹周りが柔らかくはなっていませんか？そうなってくると内臓の働きが正常化して、消化機能が回復して、代謝もどんどん上がっていきます。そして筋肉が柔らかくなれば姿勢も良くなり、よりお腹が出にくくなります。そして運動効果も普段の倍以上の効果を出すことができます。なので普段から体を動かしている方も、なんか効果が出にくいなと感じたら、姿勢や体をうまく使えているかどうか確認してみた方がいいかもしれません。それではこれからも皆さんのダイエットが成功するように、皆さんを応援していきます。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。皆さんにお知らせです。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなぁという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。